どうもバッキーです。さあまたまたやってまいりました。もう後ろにドカンと見えてますけれども、沖縄の国際通りのれん街でございます。で、一昨日ね、ここで4軒はしごしたんですけど、まあ、今回2回目ということで、で明日僕東京帰っちゃうから、もう沖縄、まあ、実質今日でも最後ということで、でここはねもう30店舗以上密集してるんで、まあ、全部はさすがにもう回れないんで、まあ、僕なりにねチョイスして、いろいろとはしごしていきたいと思います。ということで、たけちゃんです。どうも。ワッキー TV の沖縄担当。たけちゃんはもう生まれも沖縄、育ちも沖縄。今回でも本当にね、いろんなお店のね撮影の許可取ってくれて。たけさんね、一発ね、今日、うん、ラーメン行きましょう。あ、ラーメン、めちゃくちゃラーメン食べなくて。あ、そうなんだ。急だね、いきなりラーメン。はい、締めじゃなくて。あ、そうなんだ。ラーメンからがいいんだ。で、これあれだよね、地下にも、はい、ラーメン以外にもあるんだよね。そうですね、結構世界が固まって、うん、飲食店がね、はい、ちょっと待った、三等価じゃん。はい、ただ三等価はあれだよ、たけちゃん、はい、東京でも食べられるんだけどね。本店いやいやいや、うん、旭川が本店なんだけど、西日本で食べれるのは沖縄だけみたいなんですよ、うん、え、西日本全部？そうです、愛知から。うん、え、マジで？こっちにないみたいなんで。で、他にもラーメン屋あるんだよね、改装中らしくて。で、ラーメン屋さんは今三等価さんしか営業してないそうです。じゃあ、そっか、三等価はもうこっちの九州の人からしたら、はい、結構新しい。そうです、めちゃくちゃえって思って見たことないです。そっか、そうなんだね、はい、まあ、見てる視聴者さんは、はい、ワッキー東京でいつでも食べられるのになんでわざわざっていう人もいるかもしれないんだけど、はい、まあちょっとタケちゃんがどうしても食べたいっていう。食べたいですよ、ラーメン。三等価初めてなんですよ。初めてだから、豚骨塩ラーメン。そうですだよね。まあ看板メニューなんだけど、はい、でもそうだ、 YouTube では紹介したことないわ、三等価。あ、そうなんですか。あ、そうそうそう、プライベートで食べてるね。そう、 YouTube で紹介してないわ、はい、あ、よかったです。まあ、でも沖縄、なぜ沖縄なのってなっちゃうんだけど、まあ、で、自分はね、辛つけ麺。辛つけ麺、うん、ちょっと久々につけ麺食べます。来たよ来たよ。これ皆さん見てくださいよ、日本酒じゃないですよ、焼酎じゃないですよ、テキーラ。テキーラいきます。いや、その前にさ、三等価にテキーラがあるんだねって俺知らなかったわ。で、なんで飲むのテキーラ。店員さん一押しなんで。いや、今日これ一発目だからね。そうですよね、まあ、でもね、まあ、お酒強いからね。あ、うまい。いきますね。いただきます。いただきます。まずは麺からね、つけ麺の。初めてだからね、めちゃめちゃ楽しみでしょ。はい、楽しみ。おお、つけ麺ならではのコシがいい。美味しい。なんかあれだね、誠実なリアクションだね。こういう塩ラーメン初めて食べました、うん、結構ささっぱりの中にさ、はい、なんかこうコクがね、しっかりあってね、はい、まあ、ていうか俺が言ってる、俺が言ってるっていう。そうです。まあ何回も食べてるからさ、はい、中にこうチャーシュー、それからキクラゲ、で卵も入ってますね。で、ネギが入ってます。うん、うん、うまいね。ちょうどいい辛さ でちゃんと豚骨のコクもあるって。で、麺がもちもちとして、あとコシも強くて、うん、ラーメンの方の麺はね、細麺の縮れかな。そう、若干縮れてる。食べやすいです。うまいよね、うん、西日本ではね、沖縄ののれん街でしか三等価は食べられないっていうのね、はい、西日本って結構でかいよ。そうですね、ね、それが一番最南端の県で食べられるっていうのがね。ほら、ゴロンゴロン入ってますよ。角切りチャーシューもある。めっちゃ脂乗ってる。うわ、おいしい。うん、
あのラーメン屋さんはこれから改装が終わればまた、そうですね、また営業するんだもんね。 4,5 店舗ぐらい増えるでしょ。そうですね、うん、こののれん街はね、もともと旧三越があったところで、その後吉本の劇場だったのかな、はい、でその後にこののれん街ができたっていう感じみたいですね。だけどじゃあ沖縄でさ、豚骨ラーメンって食べるの？あんまりない店が。あんまりそうですね、食べないですね。でも珍しいよね、だってさ、はい、沖縄って豚すごい食べるじゃん。そうですね、ね、なのに、なんで豚骨がそんなに少ないのかなって、そうですね、一番有名なとこ行ったら、トンドーってところが、うん、どこ？トンドーっていう、トンドー、はい、有名な豚骨ラーメン、はい、へぇー、じゃあ次沖縄来た時はそこ行こうか。そこ行きました、行きました。この半熟具合がいい感じ、ちょっと固めな感じかな。うん、辛い中にもこの味噌のさ、旨味がいいわけよ、これ見てます。うん、2軒目はですね、沖縄発祥の居酒屋さん。これはね、東京にはないのかな、どうなんだろう、ないです、まあ、沖縄の人はもう皆さん知ってるのかな。知ってます、結構有名どころ、はい、でんすけ商店さんです。これ面白いのが、地面にですね、なんかいろいろ貼ってあるんですよ。プロテインミルク杯とか、あとなんかけん玉とか、あとなんだこれ、刺身盛り60秒チャレンジ、なんかいろいろあるな。あっち向いてホイとかあるな。あと濃いめのカルピスサワーとかありますね。で今ちょっと店内ね、今満席なんで、ここのね、あの立ち飲みのここのスペースで今撮影の許可取れましたんで、飲んで食べて、今日も自分飲めないけど、いろいろ食べたいと思います。でんすけ商店は何回も来てるの？あ、結構来てる。沖縄でいうせんべろの有名店。そうですね、うん、結構せんべろ行くんだったらでんすけ行く。おー、なるほどなるほど。今のれん街でここのでんすけ商店が一番混んでるんじゃないかな。おー、どうぞどうぞ。どうしたどうしたどうしたの急に。やりたいんすよ。え、やりたいんですよ。なんか、え、こっち？いや、違います違います。沖縄の夜最後じゃないですか。まあね、そう、うん、まあね。これがでんすけレモンサワー、君のハートにロックオンね。まあこれ結構だから、いろいろ遊びがあるわけでしょ、こういうお店ね。うん、これはね、シャーベット、シャーベット、レモンシャーベットね、はい、僕はちょっと今回はアルコール立ってますんで、はい、沖縄で来てアルコール立つって、まあバカげた話なんだけどね。オリオン、フリーでいただきます。乾杯です。エース。こちらがだし巻き卵の自分たちで作れるやつですね。へえ、こんななってるんですね。え、ここまでセルフなんですよ。お姉さんはこれを置くだけなんですよ。すごくないですか。すごいな。で、もう一人来ました。はい、諸事情がありまして、顔出しがね、ちょっと NG ということで、危ないことやってるかもしれません。え、この店すごくない？すごい。これ丸投げじゃん、はい、いい意味でですよ、はい、こんな店あるんだね。油をこんな感じ、はい、はい、で、これ溶き卵、はい、はい、いきます。はい、あ、ジュート見た。何なんすかこの辺は。しかも俺だし巻き卵作ったことないんだけど。どうすればいいのこれ。あ、でもちょっとここで潰すんだよね、穴ほら、プクプクしてるところをこうやって潰して、こっちに流す。おおおおおお、いや、わかんないけど。いい感じ。ちょっと待って、消えたわ。やばい。スクランブルエッグでいいじゃないですか。全然ひっくり返んないよ。まあね、やばいな、これでもう料理ができないことがもう判明しちゃったね。店で食ってばっかりの男だった。あ、どう？お、お、でもいい感じじゃないですか。いやいやいや、どうすんの。いや、綺麗です。ほら、ちょちょ、行きますよ、行きますよ。ほらほらほら、めっちゃいい感じです。あ、うまっ。美味しい。なんか普通に、ま、普通にうまい。なんだ、見た目ダメだったけど意外とふわとろで、うん、このでんすけのなんかおすすめって言ってましたね。一個がね、結構でかい。すごいでかい。うわ、うまそうだなこれ。唐揚げです。
うん、おうまい、うん、うまい、うん、うまい、これうまい、ほんのり生姜が効いてる、うん、下味が、うん、これがビールが飲みたくなるやつ、うん、これの唐揚げ弁当とかね、あったら、あ、最高よ、これもう午後からガンガンできるよね、仕事ね。衣がね、ちょっとタプタっぽいんですよ。味がしっかり肉に染み込んでて、うん、お肉ジューシーだし、油もね、そんなきつくないですね。まあビールも合うんだけど、ハイボールとかも全然いけますよ、これ。うんうん、こちらの60秒間盛り放題、はい、そうです、のチャレンジメニュー、はい、こちらの菜箸で、はい、お刺身移動していただくんですけど、はい、このマスカラ落ちたらその時点で終了になるので、はい、で制限時間は1分間になります。1分間、はい、よーい、スタート。怖い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 3、2、1これはどうなんですか、普通ですか。普通ですね。段取り間違えましたね。途中でちょっとエビ行っちゃったから。でもこれワンコインですもんね。一言言っていいですか、はい、あのさっきの BGM 120% 著作権に引っかかっちゃいます。ありがとうございます。ホタテをちょっと軽くつけましたね。いただきます。おお、ホタテうまい。でもいいですね、こういうのね、こういうお店。県外の人は知らないだろうね。そうですね。僕らもね。まだ他にもね、あの食事系の上にいっぱいあるんですよ。仙台厚切り鉄板牛タンとかね、カニとイクラのだし巻き卵、まだだし巻き卵になっちゃったけど。あとはまあ沖縄でいうと沖縄そばで作る鉄板ソース焼きそば。ね、こういうのもなんかいいですよね。厚切りハムカツとかね、カニクリームコロッケとかいいですよね、こういう店でね。島豆腐の厚揚げなんかもありましたよ。国際通りのれんがいで美味しく安くお酒をたくさん飲みたい、このデンスケ商店、いいと思います。ということで3軒目、今日はねちょっと時間の都合でね、はい、最後になってしまうんですけれども、最後は焼肉でございます。焼肉オリオンというお店で、石垣島発祥の焼肉屋さん。これはね食べなきゃダメなやつです。センベロじゃなくて肉ベロっていうね、ドリンク3杯とおまかせ小鉢で1000円、これ安いね。でショーケースのお肉500円からと。焼肉食べ放題、あ、石垣牛ってあるんだね。これは知らなかったな。いやホルモンもあるしね。おそれ、あ、いいですね、食べ放題1980円。でここにあのショーケースの中に入ってるのから1980円で、2時間でなんと食べ放題になってるみたいです。岬牛は初めて見たな。なかなかいいロゴじゃないですか、焼肉オリオン。じゃあ乾杯でーす。沖縄に来て焼肉初めてです。ステーキばっかりだったから。うわー、いい感じ。はい、来ました。まずはタンからということで、はい、オリオンの上タン、上タンからいきます。
もう第2次お茶も。結構火力が強い。うん。そう、タンを取ります。よし。いただきます。おお。いいね。うん。うまい。これはなんか何秒ぐらい？焼き好きがやってきました。もうこれはもうさっと焼いて卵にくぐらせて食べるという。で、焼きしゃぶって通常もっと薄いんですけど、この焼肉オリオンさんのやつは焼きしゃぶなのにちょっと一枚一枚が厚みがあるっていうのがね、これは太っ腹だなと思いました。しかもこれ石垣島の三崎牛です。怖いね。うわ、いいっすね。いや、いいなぁ、のれん街で焼き肉、うん、最高だなぁ。いける。おぉ、うまぁ。これ油がきつくないね。なんか結構さっぱりしてるね、油ね。三崎牛初めて食べました。すげえさっぱりしてて美味しい。ということで来ちゃったね。赤身のね、ブロックで、部位がね、シンシンですね。ブランドがですね、石垣牛でございます。さっき食べた焼きしゃぶが三崎牛。これなんか日によって変わるみたいなので、今日は運がいいね。だって三崎牛と石垣牛両方味わえるってことだからね。まあ、これは一旦焼いた後にお店の方を呼んで、厨房でカットして提供されるみたいです。わあ、これ絶対うまいよ。石垣牛のこんな塊だよ。いいっすね。うまくないわけがない。これはいいよね。だいぶ表面がちょっとカリッと焼けてきたので、まだでもね、中はね、赤いはずだから、余熱でちょっと 1,2 分寝かしておくっていう。すみませんね、つぶっちゃって。カットしていただきました。はい、こんな感じでございます。あのね、ここ今3人とも全員ね、レア好きなんで、はい、いい具合にね、焼けたんじゃないかなと思います。いい具合で、粒胡椒とわさびと醤油がついてますね。おお、うまみがすごいね、これ。赤身なんだけど、ちゃんとサシがね、いい具合に入っててさ、油もなんかきつくないね、はい、お肉柔らかいし、わさび多くつけてもいいかもしれない、はい、これは元気出るよ。うまい、うまいっすね、石垣牛。石垣島も行きたいな。はい、ということで、ちょっと急に場面が変わっちゃいましたけれども、今僕が宿泊しているサザンビーチホテルから、撮っております。かなりの数ですよ、あそこ。ラーメン屋さんに関しては三等家さんしか営業してなくて、で他のお店が今改装中らしいんですね。でそれが終わればプラス 4,5 店舗ラーメン屋さんあそこで営業されるみたいです。まあ、東京でのれん街って僕紹介過去にしてるんですよ。だそのつながりで、あ、沖縄でもあるんだったらやりたいなと思ってて、もう1店舗1店舗パパパパパパって撮りたかったんですよ、本当は。だけどダメでした。1店舗1店舗ですね、良さがすごくいっぱいあって、まあ、ぜひね、沖縄の国際通りでなんかいろいろ食べたいな、飲みたいなって方いたら、のれん街はね、非常に移動も全然しなくていいし、美味しいお店もたくさんありますから、ぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。ちょっと今日ね、もう東京帰ってしまいますので、またこちらに来たらお店いろいろご紹介したいと思います。それではまたねー。